はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日もみんなでバトルやっていきましょう。で今ね朝の9時なんだよね。ちょっと眠たいけどね、頑張っていきます。さて今日は俺の勝ちがね炸裂できたらいいなって思ってるけど、いけるかな。最近みんなでバトルばっかやってて、みんな大丈夫、飽きてない？ちょっとそろそろで、ね、別の動画も撮ろうかって思ってるんだけど、みんな大丈夫かな、飽きてないから。ブライアンやべえな。ええ、てか俺星消えてない？俺星のくるくる消えてんだけど。確か誰か星がね消えてるよってねコメントあったけど、本当消えてるね。全然気づかんかったわ。こういうねステージめっちゃいいわ。なんか初期感がするやつ。よし、いいスタートダッシュだ。うっそ、こっちか。マジか、右に行くと思ってたけど。これで、でも上の土管と下の土管どっちに行けばいいんだろう。お、キノコ取っていこうか。なんかここキノコがね必要な気がするけど。今キノピコさクリボーにやられたよね。俺と一緒の結末じゃん、いつもの。あ、これなんか1の2と似てんな。やばい、これ簡単かもしれない。簡単かもしれないってことは、やっぱりか。やっぱりか。多分ねすぐゴールできると思ったんだよここ。いや最近ちょっとねマジで負けが多いから、ちょっとねやり方変えてみるわ。超落ち着いていきます。ダッシュできそうなところはダッシュするけど、あんまりね先急ぐと絶対に負けるっていうのはね分かったから、超落ち着いていってみます。5の4キャッスルローダポンポン、かわいいな。ポンポン。トントンみたい。よし、じゃあね落ち着いていきましょう。まずここ走、ここは走っていってもいい。でここは踏んでいく。待って、これでかい、これでかいな。あ待って、これでかいぞ。どうやって、どうやって。よし、オッケー。ルイージ早いな、いつも俺を邪魔するルイージ早いな。待って待って、あー危ない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 。やめてキノピコ、そんなんするのやめて。オッケー、そしてこのまんまダッシュしていこっか。あダメだ、あダメ、危ない、やばい、やられる。よし、これはオッケーで、ジャンプ。待って、これ登れんくない、これ登れんくない。待って、よし、オッケー。ビルダーマリオを取っていこうって思ったけど、やばい、ハハハ。待って、入れない入れない。みんな強い、マジでみんな強い。ちょっと最近全負け動画を2個も出しちゃってるから、3つ目はねほんとやめよう、ほんと3つ目はやめよう。あんまりね出しすぎたらみんなにね見限られて捨てられちゃうかもしれない。ここのステージはステージ名にハード近いってただけあって相当難しそうだぞ。ここ下に行く、オッケー。あ、え、これは難しいな。これしっかりちゃんと火が出ないところを、あ、ルイージーってかキノピコ、みんな一緒じゃん死ぬとこ。それじゃあ慎重に行きましょう、ここほどね慎重に。あ待って、マジでちょっと待って、俺もあーもうちょっとだったのか、惜しいな。負けるのはね別にいいんだけど、一緒にゴールして負けたいよね。レート的に少ないからそっちの方が。1の2、この1の2は初期のステージっぽいやつかな。全然違うね。全然違うね。赤いこう、赤が良さそう。で土管に入る、そしてこのまんま、嘘、待って、これ危ない、危ね、よしよし、これファイヤーを取っていきたいけどやめておこう。やめておこう、なんか抜かれそうだからやめておこう。ぜひ取りたかったけどな。オッケー、このまま行くか。で右、オッケー。でジャンプ、待って、危ない、これは危ない、これ危ない。え、踏めんのこれ、これ踏めるんだ。よし行こう。あー危ない、クリボーにやられちゃう、クリボーにやられちゃうから。これは誰だ誰だ、鍵持ってるやつは。俺しれっと殺したぞ今。よし入ろう、よし、オッケー。ここからゆっくり行きたいな、右行こっか。
待って、危ねえ、ビビった。よし、これ多分上だぞ。上でアイテムを取っていこう。オッケー。で、これどうやって行くの、これどうやって行くの、もしかしてこっち違うルートか、これ違うルートなんじゃないの。上行ってみる。で、ここ右行くとか、違う、やっぱ違うな。さっきのルートで合ってるっぽいぞ。アイテムが取れない、アイテムが取れない。よし、マリオ出してくれアイテムを。うまいなマリオ、やるな。でもそれでどうするんだい。あ、え、なんでいなくなってんの、待って待って。え、なんでいなくなってんの。え、ファイヤーボールで倒すんじゃないの、あれ倒し方がダメだったのかな。みんなマリオメーカー2持ってる人でみんなでバトルしてる時の勝率ってどんなもん。3回に1回ぐらい勝ててるかな、みんな。俺の最近の勝率多分5回に1回ぐらいかもしれん。マジで全然勝てないもんね。あー、ここ難しそう。あのファイヤーバーが嫌な仕事するんだよな。よし、オッケー、いいね。そしてこれはあんまり急ぐな俺、オッケー。そしてブロックに乗っていきましょう。うまい、キノピコがうまい。ちょっと待って、キノピコが、キノピコ、あはははキノピコ邪魔しないでくれ。絶対許さねえあのキノピコ、俺は、俺はあのキノピコを絶対許さねえ。マリオが死んでくれることを祈ろう。ここラグ勝ったらきつい、ちょっと待って、ラグいのはきつい、長い。よしね、しっかりね、ゆっくりちゃんと踏んでいきましょう。オッケー、いいね。そしてこのまま、このままマリオ、おお待って、これ難しいぞ、これは難しい。走っていかなくちゃいけないっぽい、あれはマリオチャンスなんじゃないの。よし、走っていこう、俺はもう、待って危ない。よし、いいね、危ない。これは下から、これ下から、上から、どっち、下から行こうか、下から行ったら、あ、やった、下からやん、イエーイ。やったやった、いっぱい負け続けてるけど久々に勝てたらそのね、1回の勝ちの喜び分がもうめちゃくちゃ跳ね上がるで。よし、それじゃあ次のステージ行きましょう。お、俺一番レート上じゃん、てか S 俺だけやん。マイファーストレベル、私の最初のレベル。レベルって日本語に直したら何だろう、強さとか。よし、それじゃあ行きましょう。あんまりここは急いでもクリボーにやられるんだよな俺。よし、いいね。ここは危ない、あ、やった、よし、いいね。ここ急がないでおこうか、今一番だから、今一番だから急がないで慎重に行こう。あんまりノロノロしてると後ろにキノピコ、あ、待って、嘘、ゴール。うわ、全然見てなかったわ、全然見てなかった今。頭寝ぼけてんのかな俺、今朝の9時にこれやってんだよね。それじゃあガンガン行きましょう。最近ね、コメントでめっちゃ嬉しいって思ってるのがあって、18時にね投稿するの待っててくれてて、それを生きがいって言ってくれてる人がいるんだよね。めっちゃ嬉しいよねそういうの。よし、 OK。 そして右、嘘、これは、あはは、ずる、あ、待って、ずるってか、これどうしたらいいの、これ思いっきし右に行くとかじゃないよね、違うな、これどうやって行くんだろう。え、なんで、待って、なんで、なんで、え、行けなくね俺、もう積んだんじゃないこれ、ずる、は、なんこれ、これもう無理なやつでしょこれ。どうやって行ったんだあのルイージ、お、いない、どうしたらいいこれ。は、待ってくれ、待ってくれ、俺はこっからどうしたらいいな、ルイージよ、やり直しする、しよっか、これオッケー。でもどうやって行くんだろう最初、難しいな。で、俺も次に入る、オッケー。そしてで、ブロックが来るから、オッケー、いいね。で、これはどうするんだ、うお、待って、これ避けゲーか、これ避けゲーなのか、避けゲーか、オッケー。中間ポイント欲しいな、
これも避けゲーか。これ避けゲーだ。よし、いいね。あ、待って、これどうするんだ。オッケー、これね、ルイージ来ないから一人勝ちじゃない。これどうすればいい。これ変えるのか。大丈夫。あ、これ待ってればいいの。これもう勝ち確なんじゃない。大丈夫、ルイージ来ない。いいね、この勝ち確気分。せっかく楽しそうだから、このステージ4人でしたかったな。どうなるのか。大丈夫これ、怖いんだけど。あ、待って、危ない危ない危ない。おし、あ、なるほど、これでいいのね。これ一応持っていこうか、このパワーブロック。やった。あ、うわ、危な、え、危な、え、3連勝中じゃない今。めっちゃ調子いいね、2人だけど。さっきの話の続きだけどね、最近コメントでね、ピヨキングさんの動画が僕の生きがいですってね、言ってくれてる人もいるんだよね。確かね、サッツーさんだった気がする。そういうのね、ほんとめっちゃ嬉しくて、サッツーさんありがとうございます。通信に失敗。待って、今ね、いい話してんだから、ちょっと待ってくれよ。さて、これは行きましょうか。このまま走って、オッケー。あ、あの羽いるっぽい、あの羽いるっぽい。俺に送れ。俺に羽送れ。よし、ここで走っていこうか。俺羽得意だぞ。早いな。いや、俺このバトルでラストにしようかなって思ってたんだけど、これじゃあ俺の気が済まないわ。多分みんなもそう思うよね。これじゃ気が済まないよね。最近新しくね、またよくコメントくれてるのが、ひなたさんだったっけ、間違えてたらごめん。確かね、ひなた8歳ですっていうコメントもあって、本当に8歳なみたいな。8歳で見てる人いるの。待って、俺の得意なニューマリなんだけど、ラグいな。あ、そうか、1の1か、ここやばい。4つ目の土管に入るの忘れたけど、あのルイージより俺は先に行く。よし、俺は1の1で負けるわけにはいかないんだ。やった。よし、これは気持ちよくね、これで気持ちよくね、動画やめれそうって思ったけど、キラッピよー。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。それじゃあこの冬休み期間、みんなでバトルの投稿が多いかもしれないですけど、飽きたら言ってください。買えるんで。それじゃあまたね。